どうも、岡田チェリー担当プロデューンのテクタンと申します。はい、今回は観客シルエット 3D 実装、こちらの MV を見ていきたいと思います。はい、まあ、3D ライブで観客表現がねすごい強化されてなんかすごいらしいんで、はい、こちらをね見ていこうかなと思います。まだね全然見てないんでどんな感じになってるかよくわかんないんですけれども、この画像を見る感じ、もうお客さんが、まあ、観客やね、観客がもう本当に一人一人ちゃんとハリボテじゃなくているような、そんな感じで見えるっていう、そんな感じなんかな。もう一人一人のシルエットが見えてるもんね。じゃあちょっと内容を見ると、設定が3種類あるみたいで、 3D シルエットあり、 2D シルエットあり、 2D シルエットなしと、まああるんですけれども、うん、まあこんな感じですよくわからない、見てみないとよくわかんないんやけど、とりあえず 3D シルエットありでね、しっかり 3D で見ていこうかなと思います。そして 3D シルエットあり対応楽曲が、まあ、意外と多いです。グランドライブに対応してる曲って感じかな、基本的には。で、この中で私の動画でも見たことがなくて、まあ私もすごく好きな夢を覗いたらのグランドライブ版の MV 見ていこうかなと思います。実はまあここのね9にて SS レア全然揃ってないんやけど、それでも見ていきます。はい、思いのほか SS レアが揃ってなかったです。まあ、こんな感じの衣装で見ていこうかなと思います。で、あ、これね、これね 3D シルエットあり、ここのオプションのところで設定して見ていきましょう。みんなで覗くよ。いや、この楽曲泣けるよね泣けるよね。ということで、夢を覗いたらめっちゃ光ってる。ダンスもさ、すごい可愛くて、観客見る予定やのに普通に MV 見ちゃいそう。お、ということで観客映ってる。うわ、確かに。うわ、めっちゃ、めっちゃすごい。いや、思いのほか観客いるやん。なんか動きがなんか、それ、あ、このダンスわかる。このダンスめっちゃ好きやねん。なんかライブでもさ、なんかすごい可愛いよね、あの動き。もう観客の話もするし、普通に MV の話もするよ。でも歌詞も泣けちゃう、すごい。なんか観客の動きがなんかコピペじゃなくなってるって言えばいいかな。なんかほら、なんか一人一人動きとか持ってるペンライトもなんかちょっと違う感じで、ライブ感がかなりあるよね。なんかより華やか、そして一人一人がちゃんと見えてるっていうね。いや、すごいね。すごいし、この曲いいねすごいこの曲いい。いや、いいですね。なんか少しずつこう MV が豪華になっていて、ほら、服のスカートのね布の表現も変わったり、観客もこんな感じでね表現変わって、よりリアルなライブに近づいてる感じよね。わ、見えるもん、見えるもん、頭が。わー、すごい。観客がめちゃめちゃ映るシーンがなんか一番最初がすごかったけど、もっとあれば。でも観客ばっか映してもしゃあないもんね。わ、すごい。おーおー、最後どう動くすごいね。なんか動きも、なんか、なんやろ。やっぱりあのコピペ的な動きじゃなくなってるからさ、今までってコピペ的な動きだったじゃないですか、最後のとこも。まあ、みんな同じ動きで。なんか、それが若干怖いっていうか、そんな感じやったけど、ナチュラルになって、ね、まさかの、ね、俺ら強化みたいなのが、来ましたね。ということで、この後半に、ちょこちょこね、観客が映ってるところをピックアップして、比較してるような動画をね、ちょっと載せようかなと思うんで、ぜひ、
見てみてください。まあ、観客が映ってるとこ全部載せてるわけじゃなくて、まあ、ちょっと分かりやすいとこピックアップしたりスローにして載せる感じで載せようかなと思います。はい、それでは今回はこの辺りで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。自分らしく嬉しく夢を覗いたらちょっぴり見えちゃったの。ここにいる私たちにしかわからない不安とかもあると思うけど、それならなんとなく